皆さんこんにちは。今日はブドウの木が例えとして用いられます。私の教会の隣もブドウ畑がありますけれども、ブドウは私たちにとって大変身近なものではないでしょうか。ここから私たちがどのような木になればよいのかを学んでいきましょう。本日の聖書箇所はエゼキエル15章1節から8節です。タイトルは、実を結ばないならば薪となるだけです。エゼキエル書15章1節から8節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、ブドウの木は森の木立の間にあって、その枝が他の木よりどれだけ優れているのか。その木を使って何かを作るために、その木は切り出されるだろうか。それともあらゆる器具をかけるために、これを使って木鍵を作るだろうか。見よ、それは薪として火に投げ入れられ、火がその両端を焼き尽くす。その中ほども焦げてしまえば、それは何の役に立つだろうか。見よ、それが完全な時でも何も作れないのに、まして火がそれを燃やして焦がせば、もうそれで何が作れよう。それゆえ神である主はこうおせられる。私はエルサレムの住民よ、私が薪として火に投げ入れた森の木立の間のブドウの木のように火に投げ入れてしまう。私は彼らから顔を背ける。彼らが火から逃れても火は彼らを焼き尽くしてしまう。私が彼らから顔を背けるその時、あなた方は私が主であることを知ろう。彼らが私に不信に不信を重ねたので、私はこの地を荒れ果てさせる。神である主の御告げ。今日はエゼキエル15章を見ていきましょう。この15章でもイスラエルの民に対する神様の厳しい裁きが宣告されています。ここではブドウの木が例えとして用いられています。木には木工に向いている木と向いていない木とがあります。日本でも杉やヒノキという木は、よく木工に使用されます。旧約聖書でも杉の木はソロモンの神殿建設に用いられました。しかしブドウの木というのは木工には向いていないんですね。エゼキエルの15章2節3節ではこのように書かれています。人の子よ、ブドウの木は森の木立の中にあって、その枝が他の木よりどれだけ優れているのか。その木を使って何かを作るために、その木は切り出されるだろうか。それともあらゆる器具をかけるために、これを使って木鍵を作るだろうか。ブドウの木は何かを作るために使われるだろうか、あるいは木鍵を作るために使われるだろうかと言われています。木鍵というのは、器具とかをかけるために、壁に取り付けられる木の釘です。小さなものですね。ここではブドウの木はそんな小さなものさえ作るのにも適してはいないと言われています。まして、そんなブドウの木が火に投げ込まれて焦げてしまえばどうなるでしょうか。もう全く何の役にも立ちはしません。ただでさえ使い道のないブドウの木が焼け焦げてしまえば、そこにはもう価値はないのです。神様はブドウの木を例えに用いて
何を話そうとしておられるのでしょうか。それはこのブドウの木をイスラエルの民に、ここでは南ユダ王国の人々にですね、例えておられるわけです。イスラエルの民をあたかも焼け焦げてもはや使い道のなくなったブドウの木に例えておられるのです。これは大変厳しい裁きの言葉ですね。今の私たちがもしですね、あなたはもはやこのように焼け焦げたブドウの木だと言われたらどうでしょうか。なんと神様は厳しいことを言われるのだろうかと思わないでしょうか。言われたらきっとつまずいてしまうと思いますね。しかし神様がここまで言われるのには理由があります。15章の8節、彼らが私に不信に不信を重ねたので私はこの地を荒れ果てさせる。神である主の御告げ。不信に不信を重ねたとあります。神に従わない、偶像を礼拝する、などのこの罪の生活のことです。それも一度ではありません。不信に不信を重ねたとありますから、何度も何度もしたわけです。神様は今までエゼキエルをはじめとして多くの預言者を送ってこられました。そしてこの民に対する忠告と裁きを預言者を通して語ってこられました。しかしそれでも彼らは偶像礼拝をはじめとして神に敵対する罪を犯し続けたのです。確かに神様は厳しいように見えます。しかし実は何度もチャンスを与えてくださっているんですね。もしそこで悔い改めるならば神の許しをいただけます。しかしそうしないで罪から立ち返らないならば、神様は最終的な裁きを下されるのです。この原則は新約時代の現代においても同じことだと思います。もちろん神様は罪を犯した者を何とか許したいと願っておられるのです。そのために何度もチャンスを与えてくださいます。しかしだからといって罪を犯し続けるならばどうなるでしょうか。新約聖書のヘブル書の10章26と27です。もし私たちが真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つよりほかはないのです。この言葉は旧約聖書の言葉ではありません。新約聖書の言葉なんです。もちろん新約聖書はイエス様の十字架によって全ての人が許されることができます。しかしだからといって神様は罪そのものを見過ごしにされることはできないのです。ここに神様の原則というのが表されているのではないでしょうか。それは人は罪を犯しても悔い改めるならば許されます。そしてそのためのチャンスを神様は何度も与えてくださいます。しかしそれでもことさらに罪を犯し続けるなら神の裁きが下るのです。その裁きとは最終的な裁きでもあります。神様の前で滅びたい、私たちは滅びたいんだと思っている人は誰もいないはずです。であるならば私たちは
この原則というものをしっかりと踏まえておかなければなりません。そして焼けて焦げたブドウの木ではなく、豊かな実を結ぶブドウの木とならせていただきたいのです。最後に御言葉を一箇所お読みいたします。ヨハネの15章5節と6節です。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。誰でも、もし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。私たちは、最後までイエス様にとどまるものとならせていただきましょう。私たちはどのようなブドウの木になることができるでしょうか。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。主は焼け焦げたブドウの木は何の役に立たないと言われました。しかしイエス様にとどまるならば、豊かな実を結ぶことができます。私たちも焼けて焦げて役に立たないブドウの木ではなく、豊かな実を結ぶブドウの木とならせていただけますように、そのためにイエス様につながっていくことができますように、どうぞ導いてください。これからもイエス様につながり、その豊かな養分に預かる、そのような人生とさせてください。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。